ワイドでマクロチックな撮影ができるっていうことです。はい、こんにちは、渡辺翔一です。今日は4月18日発売のタムロンの新レンズをですね、先駆けてお借りしておりますので、これのお話です。はい、タムロンの 28-75mmF2.8DI3VXD-G2 ということで、ニコン Z マウント対応品がついに出ましたということです。それでは早速開けましょう。はい、構成としては非常にシンプルですね。フードはすでについた状態で入っていて、ピシッとね、真っ平らになっております。こんな感じです。軽いね、さすが。フードをつけます。で、ここにね、 Z8 がありますのでつけていきましょう。はい、つきましたということで、なるほど。さすが、タムロン 28-75 の F2.8DI3VXD-G2 ということで、こちらのレンズになります。まあ、標準ズームのね、 2.8 っていうところを、占めているレンズでございます。重さとしては 550g ということで、やっぱり軽いですね。 Z8 とくっつけても両方で合わせて 1.5 キロ を切ってくる感じかな。で、こちらね、まあ、マニュアルっていうか、それが入っていまして、英語とかドイツ語とかイタリア語とかインドネシア語とかトルコ語もあんのが、これトルコ語、スロベニア語、日本語はどこだ、ポルトガル語、ドイツ語、エスパニョールってスペインか、オランダ語裏を行くと中国、韓国、日本ということでね、一番最後に日本語がございますが、まあそんなにね、書いてる内容っていうのはあんまりないです。このレンズが、モデルのね、 A063 っていうモデルです。 28-75mmF2.8 ということで、まあスペック的にはもう分かりやすい標準ズームの 2.8 透視レンズというところで、15群17枚のレンズ、タムロンですね。小型軽量ということに加えて、やっぱりまあ最短撮影距離近いっていうのにやっぱ定評がありますよね、タムロンって。なので、ワイド端 28mm の時の最短撮影距離っていうのが 0.18m っていうことです。 18cm、 ピント合うよね。これを撮ってます。ここで合わなくなりましたっていうことなので、一番寄るときはフードを取った方がいいぐらい近づける。うん、ここで合わなくなるな。この辺で合うね。あ、すごい。っていうことで、まあワイドで本当にね、マクロチックな撮影ができるっていうことです。ちなみに望遠端 75mm の時点では最短撮影距離っていうのは 0.38 っていうことでね、ここの撮像素子面から 0.38、 40センチ弱ぐらいですね。こんぐらいでもピント合うね。この辺から合わなくなるね。この辺で合います。ピッピッピッピ言いますよね。うん、ここで合いましたっていうことなので、まあ28でも75でもね、結構被写体に近づけるっていうのがやっぱりタムロンの強いところかなっていう感じです。質量とか長さについては、まあマウントのね、大きさがニコン Z の方が大きいっていうのもありますので、ソニー版よりもね、2ミリほどレンズが長いっていうのと、まあ 10g ほどニコン Z 用の方が重いっていう感じにはなりますが、まああのマウントの大きさの誤差の範囲っていう感じでございます。その他、このレンズにはですね、ここにボタンがついています。フォーカスセットボタンっていう風にね、書いてますよね。うん、これでまあ機能の割り付け的なことができるんでしょう。で、ここに USB のね、C の口がついてます。まあタムロンのレンズの中でも結構いいランクに当たるレンズっていうのに、この USB-C のね、ドックっていうのがついていますが、これにね、まあつないでレンズのバージョンアップをしたりだとか、あとはCP プラスでもね、出てましたけど、Android 用のアプリをね、ここにつなぐことによって、スマホ側からこの覚え込ませたね、フォーカスのポイントに対して、覚え込ませた A 点から覚え込ませた B 点までを、まあ何秒で、スーってね、フォーカス移動させますよ、みたいなのを、まあ自動で制御してくれるみたいな、ソフトウェアも使うことができるっていうことです。うん。
ということで、一旦開封してつけてみましたっていうことなので、まあこれからね、いろいろ撮影とかをして、レビューじゃないですけど、そういうことをしていこうと思いますので、ご期待ください。じゃあそれではね、早速撮影もろもろ行ってこようと思います。ということでね、まずは定番なんですが、スペックの読み合わせみたいなところからやっていきます。お付き合いください。28-75mmF2.8DI3VXD-G2 モデル A063 ということでね、はい、やっていきましょう。焦点距離 28-75mmF 値が 2.8 開放の透視ですね。最短撮影距離が 0.18 ワイド端、75mm の時に 0.38 ですね。最大撮影倍率が1対 2.7 から1対 4.1 っていうことで、まあ、ワイドで寄った方が大きく撮れるっていうことです。絞り割れ倍数が9枚円形ということでね。フィルター径が 67mm、最大径が 75.8mm。うん、長さが 119.8mm ですね、ニコンバージョンは。質量 550g ということで、まあ分かりやすく軽いということですね。はい。コネクタ USB の C がここにはまります。はい、発売時期予定ですが、2024年の4月18日っていうことでね、桜が終わってゴールデンウィーク前に入るぐらいの感じです。はい。まあちなみにソニー用はね、2021年の10月ってことで、まあ2年半ぐらいね、前にあったっていうことになります。まあタムロンについてはどうしてもね、ミラーレスソニーが先行していたっていうこともあったので、ソニーのレンズっていうのを中心に作ってきていますね。で、その中でようやくその Z のレンズっていうのが、まあ70-300っていうね、望遠レンズをスタートして、そこから入ってきて、だんだんね、ニコンのものも増えてきているっていうことで、このレンズについて言ったらですね、ソニーより遅いじゃないかみたいな話もあるんですけど、うまいことを言えばですね、ソニーで成功したものがそのままニコンの方に降りてきてくれているっていうことを考えればね、まあカメラのボディの性能と合わせて成功してきたレンズっていうことで言ったら、そんなに不満もなく使っていけるのかなっていうような感じでございます。ではね、製品のコンセプト及び訴求ポイントということで、まあ5点ほどね、資料をいただいているので、そちらの方をちょっと見ていきましょうかね。まあ、解像性能の向上と超高速 AF で、進化っていうことで標準ズームレンズでございます。1番ね、圧倒的な描写性能で楽しむこれまでにない撮影体験ということでね、まあ、圧倒的な描写性能っていうのはもうどのレンズでも歌うのが定番になってきているので、次に行きましょう。2番、高速高精度 AF がその一瞬を補足するということで、まあ、AF についてね、このクラスのレンズで遅いよなんていうこともないので、まあ、非常に撮影もね多少してきましたが、結構軽快に撮影はできましたということで、まあ AF は問題ないでしょう。うん、軽量コンパクトなレンズボディで第3番目ということでね、まあ、この辺がやっぱりタムロンの強みっていうかね、一番いいところ、もう目に見えていいところ、 550g で F2.8 同士標準ズームレンズということでね、もうこれ、ここは一番わかりやすいところ。4番、最短撮影距離 0.18m、最大撮影倍率1対 2.7 を実現ということでね。これも、タムロンのストロングポイントですね。うん。5番、写真動画撮影の可能性を広げるタムロンレンズユーティリティに対応ということで、CP プラスね、私も見てきましたけど、ここにね、Android のアプリをつなぐことによって、AB フォーカスっていうね、まあ、フォーカスポイントの A と B を覚え込ませて、その間を自動で活かせるみたいなね、感じのことができるっていうことです。まあ、わかりやすく言うとそういうところになります。はい。レンズ構成が15群17枚特殊商材であるローディスパーション、異常低分散レンズと非球面レンズをそれぞれ2枚ずつ最適な箇所に配置することで、初周差の発生を極限まで抑制していますと書いてありますが、よくわかりません。はい。まあ、描写がね、いいということです。絞り解放から全部全域にわたって画面の隅々まで極めて高い解像性能が得られます。また、抑制した玉ボケ、大口径ならではの美しく柔らかいボケ味も魅力です。ということでね。まあ、この辺は 2.8 なので、そうでしょうね。まあ、やっぱりターゲットとしては、この 550g 2.8 透視っていうところのね、メリットを活かして、マチスナップだったり、まあ、軽快なポートレート。かね、そういうところとか風景トラベルっていうようなところで、
撮影を楽しんでいただけますよというところを挙げられていますね。高速高精度 AF がその一瞬を補足するということで、 AF 駆動リニアモーターフォーカス機能 VXD ボイスコイルエクストリームトルクドライブということでね、まあ、あの AF を速い機構にしているっていうことです。はい。高速高精度な AF は撮影者の意図に対して優れた音性を備えているため、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠までストレスのない快適なピント合わせが可能です。またモーター駆動音が小さく静寂性にも優れており、静かな環境下での静止画撮影や動画撮影にも最適ですということで、まあ確かにね、この AF 駆動のモーター音に関してはね、うるさいなぁと思ったことは全くないね。うん。軽量コンパクトなレンズボディということで、550g 119.8mm、 どんな場面でも持ち出しやすいコンパクトなボディです。まあこれはもうつべこべ言うことは特にないですね。室内外問わず長い時間の撮影でも負担が少なくスマートに使用できる一本ですということで、まあ、あの Z8 プラスこの28から75っていうので、後でねそれ系の動画も出ると思うんですけど、その一日中花を撮って公園を歩き回ったみたいな撮影をしたんですけど、やっぱりね疲れがだいぶ違いますよね。うん。ちょっとね 300g 200g レンズが軽くなるだけでもだいぶ疲れ的には楽に感じました。うん、軽快です。で、まあ、あとは、その、28からね、75ミリまで、この回転っていうところも比較的スムーズで、レンズもあんまり伸びず、すぐに28から75までいけるっていうところも、まあ、軽快な撮影っていうところにつながっていくのではないかなというふうに思いました。まあ、非常にこの辺は好感触。もう軽いのは正義です、本当に。広角端での最短撮影距離はわずか 0.18 メートル。被写体に近づくことで、広角特有の遠近感を強調した迫力のある1枚を収めることができますということで、これがねやっぱりすごい。 28mm 時点で 0.18m、 撮像素子面から 0.18m っていうことで、もうねフードを外さないとできんぐらいの感じです。フードをもうね最短撮影距離で使いたかったらフードは外そうという話です。外した後に最初やったかもしれませんけど、がっちり近づいてワーキングディスタンスが 4.4 センチということでね、まあレンズの先端から4センチぐらいっていうことで、もうほぼほぼマクロレンズではないんですけど、最短撮影距離っていうのを気にせずに使っていけるようなレンズですね。うん。この辺は非常に素晴らしい。まあ、最短撮影距離を気にすることなくっていうのは本当にその通りで、思う存分被写体に近づいたワイドマクロ撮影をお楽しみいただけますということです。で、写真動画撮影の可能性を広げるタムロレンズユーティリティ。これはまあね、使う人使わない人っていうのはいるとは思いますけど、USB をつないでね、その AB フォーカスっていうのができるっていうことで、まあ今後も何かしらの機能がまたね、乗ってくるのかもしれませんけど、まあ動画とかでその、ピント位置ね、物撮りとかをするときにスーッとね、その、物撮りでも何でもいいんですけど、そのフォーカスをアウトな状態からピント合わせていくのか、ピントがあった状態からそのアウトフォーカスにしていくのかっていうようなところでね、動画を中心に描写の幅っていうのが広がるのかなっていうふうな感じですね。タムロンレンズユーティリティの機能一覧ということで挙げておきましょうかね。フォーカスセットボタンのカスタマイズということで、AB フォーカスですね。まあ、A と B、覚え込ませたフォーカスのポイントの間でスムーズにフォーカスを移動させる機能ということです。フォーカスプリセット、記録したピント位置へクリック一つでフォーカスを移動させる機能ですということでね。ピント位置、どこか覚え込ませておいて、まあ、そこからね、ずれた状態で、まあ、ボタン一回押すと、ぎゅーっとそこに向かってね、ピントが合っていくっていう状態ですね。まあメモリーですね、フォーカスの。AF と MF の切り替えということで、フォーカスセットボタンを使って AF と MF を切り替える機能ですということで、まあ、このね、フォーカスセットボタンっていうタムロンの名前なんですけど、まあ、いわゆるレンズについてるファンクションボタンですね。これを押すことによって AF と MF を切り替えることができるという感じです。ああ、そうか。このレンズ、AF と MF の切り替えのスイッチがついてないんですね。だからそうなってるんだね。で、カメラボディ機能割り当て、お使いのカメラボディであらかじめ割り当てた機能をフォーカスセットボタンで使うことのできる機能ですということで、まあこのカメラボディ機能割り当てっていうのがほぼほぼ普段の撮影ではメインの使い方になっていくのかなっていう感じです。カメラの中でね、ニコンのカメラだったらそのファンクションボタンっていうのにね、いろんな機能を割り付けることができるんですが、
このね、フォーカスセットボタンっていう一つついてるボタンは、このね、ボディ側で、調整する話になりますと、レンズファンクションの1っていうボタンになりますのでね、まあ、そこで、まあ、いろんなことを割り付けられると。まあ、例えばここでね、FX と DX の切り替えみたいのをワンタッチでできるようにしてもいいかもしれませんよね。通常、まあ、カメラボディ側のボタンでやってるんですけど、こっちの方が確かに FX、DX みたいな感じでね、やりやすいかもしれません。うん。フォーカスリング自体もね、カスタマイズができるということで書いてありますね。マニュアルフォーカスの回転方向ですね。まあ、どっちにしたらピントが近くなって遠くなってっていうのを、まあ、逆回転にもできるという話。MF のレスポンスということで、フォーカスリング操作の時のピントの移動方式ね、設定できる機能ですというので、まあ、回転角度でやるのか、回転速度みたいのでね、やるのかっていうところが、まあ、設定できるということです。で、操作性を考慮したレンズデザインを採用ということで、まあ、外観にもこだわってますよという話です。レンズを構成する各パーツの細部見直しを図って操作性質感を考慮したデザインとなっています。レンズの外装には光沢度を高めたツヤのあるブラック塗装を採用ということでね、まあ、傷がつきにくくなって指紋が目立ちにくい高級感が出ましたよという話です。はい。リングラバーのグリップ性能も向上ということで、ね、まあ、フォーカスリングは確かにとんがっててね、とんがっててっていうか、このゴムのとこがね、ニョキ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 ってなってて、結構ね、手にちゃんと引っかかりますね。うん、ズームのところのゴムの山も高くて、なかなかこの辺の操作は良好かな。で、品のある存在感を演出するブランドリングって書いてますけど、これがあれかな、最近のね、タムロンレンズにあるのかな、このね、銀色のシルバーのこのリングがね、高級感がありますよ的な感じの触れ込みでございます。うん、快適な撮影をサポートする簡易防滴構造防滴コートということでね、まあこの辺のレンズだったらそりゃあるでしょうって話なんですけど、まあ屋外で撮影しますみたいなところなんで、まあ、防水というわけにはそりゃいきませんけど、まあちょっとね、雨が降ったぐらいだと防滴構造がついてるので大丈夫ですよという話ですね。で、防滴コート、まあコーティング、フッ素のね、コーティングっていうのをしているので、まあ、汚れ、手の油とかが残りにくいようなレンズになっていますということです。ということでね、レンズ自体の話で言うと、まあ、標準ズームの F2.8 同士、軽い、よれるっていうところでね、わかりやすく言うと本当にそこで完結するようなものでございます。まあ、作例いろいろありますのでね、ちょっと見ていただいてというふうに思いますね。はい、この辺の作例、これなんかは 28mm でガバッと寄っていった、ものになります。まあ描写のね、 F2.8 っていうのがやっぱり小気味良いっていうかね、ボケ感、立体感っていうのを出していくにあたってやっぱり 2.8 っていうのはいいところなので、結構開放で今回の作例っていうのも撮っております。こんだけ寄れるよとね、まあ実に近づいていって葉っぱがこれだけボケていますっていう感じですね。で、この辺は 75mm の 2.8 っていうことで、その中望遠の 2.8 っていうね、まあ写真、歪みもなくなっていき、ボケ感も一番出ていくっていうようなところで、まあ綺麗な写真を一番撮りやすいところ、美味しいところっていうのを撮っていってるような感じですね。うん。標準ズームレンズで言うと、そのテレタンの 70mm、75mm っていうところのね、描写がやっぱ弱かったりっていうこともあるんですけど、まあまあ、このクラスのレンズになっていくとさほどその辺も問題がなく、このようにね、綺麗な写真になっていると。汗びですけど、後ろの方でね、丸々、ボケボケみたいな感じのところも出てきていて、まあ春らしい印象になっていくという感じですね。はい、同じく 75mm で汗びを取っておりますね。まあピント合ってるところはね、しっかり合うんですけどね、後ろの方とか、周辺のところっていうのはふわーっとボケていって、いい感じに立体感が出ていくという感じですね。で、これも同じく 28mm でガバッと寄っているものでございますね。ピントを鼻のところの面に合わせていって、後ろがワイド気味でありながらボケていくっていう感じの話です。うん。この辺の写真が撮れるっていうのが一番このレンズの強みかなっていうところですね。はい。28mm、2.8 っていうことで、これも同じように 28mm で撮っていますということで、まあ結構こういうふうにモノクロで雪柳とかを撮ってみても、シャープなところとかが残っていき、後ろのボケ感とかも含めて、まあ綺麗に仕上がっているかなという感じですね。こっちはカラーで撮ってますけど、これもちっちゃいお花にバチッとピント合わせて、このね、ぐるーんと回っているようなお花のところをふわーっとボケさせていっているっていうところです。
雪柳ね、まあ、こういうあのぶわっとたくさん花が咲いて密集して咲くような感じのお花っていうのは、一つのところにピント合わせでね、奥のお花は全部ボケます、前も全部ボケますみたいな感じで、結構こういう 2.8 描写とかそういうところとは相性がいいお花になりますのでね、きちんとそのピントが合っているところっていうのとね、その後ろのボケているところっていうので、まあ、綺麗に見えるかなっていう感じですよね。これも寒肥桜、75mm の 2.8 ですね。で三種油、これは 28mm で、下から見上げて全体を撮っているような感じですね。まあこういう風に撮ってみても全体的にシャープに写っていますという感じですね。これもまあ 2.8 で撮ってますけど、あの気持ちのいい写りになってます。で 75mm2.8 ミモザですね。で 28mm2.8 っていうことで、これもまあガバッと寄ってね、そのお花のうちの1個にピント合わせて撮っているっていう感じ。 75mm2.8 で 75mm2.8 ということで、まあ 2.8 なのでね、結構これ桜がね早めに咲いていていい感じではあったんですけど、まあ後ろがねやっぱ枝とか何も花のねテイストのない茶色い枝とかでざわざわとしていたんですけど、まあ 2.8 で撮ることによってね、若干その辺が軽減されるみたいなところはありますのでね、まあ開けるっていうのはいいことです。でピントがあったところはね、しっかりシャープに映っているので、これもまあまあこんな感じですね。キヤナギ 75mm2.8、これも同じく 75mm2.8 ですね。まあ、ピントの位置とかを変えていくことによって、まあ、前ボケ重視なのか後ろボケ重視なのかみたいなところで、こういう感じで今回の作例はほぼほぼお花ですけど、結構綺麗に楽しく撮れてます。でまあ軽いので撮影しやすいですね。で菜の花で、梅ですね。若干残っていた梅 40mm の 3.2 ということでね、まああのピントがあったところ合ってないところっていうのがね、はっきりくっきりしているので、まあこれぐらいの描写がねお花相手にできていれば不満を感じるところっていうのはないですよね。でこういうやつで 32mm の 2.8 っていうことでね、ちょっとまあワイド気味でこれは撮ってますね。まあこの辺で広角気味で撮ることによって、後ろのまた別の像がありますけど、象に対して象って別にギャグじゃないですけど、後ろにねまた象がありますけど、それとのね遠近感みたいなものが出していけるので、まあ標準ズームはその辺がいいよねという話。桜がね早めに咲いていましたので、春の桜一番キャッチっていう感じで撮ってきました。 75mm2.8 なのでピント位置を変えて、これもいろんな撮り方をしていけば、この辺も 75mm2.8 ですけど、綺麗にお花は決まっていくっていう感じですね。そんなにあのこの辺のね右の方のボケとかもそこまでうるさくはなっていないかなという感じで、良好な描写でございます。この辺はピント位置をね前と後ろに変えてっていう風に撮ってます。これはピントが前で、これはピントが後ろっていうことでね、同じ 2.8 でね撮ってますけど、2.8 でまた桜に戻りまして 75mm で、これは 28mm ですね。 28mm で一つの桜にガバーッと寄っていって撮っています。結構こういう 28mm であの枝が多い花というよりは、桜って木じゃないですか、そういうものを撮るのって結構難しいんですけど、まあ、2.8 っていうね絞り解放を使うことによって、そんなにざわざわとうるさくならないようには撮れたかなという感じです。75mm の 2.8 で撮ると、こういうねふわっとしたような、やっぱり中望遠でね撮ると綺麗ですよね。こういう描写が楽しめると。ほぼほぼ作例って 28mm と 75mm でほぼ 2.8 で撮ってるんですけど、まあその辺でこのレンズの強みっていうのがね一番伝えやすいかなっていうことで、で 28mmF4 で撮ってる水線がねまだ残ってたんですけど、そうあの今回お見せしてる写真っていうのは全部トリミングなしでそのままね乗っけてますので、だから水線がガバッと咲いていて、もうすっごい近づけるっていうねところで撮ってました。で 75mm で、まあ 75mm の 2.8 でこれぐらいのボケ感ですよっていう、まあ分かりやすいような作例写真ですよね。ということで、いろんな写真を見ていただきましたけど、タムロンからねついにそのニコン Z 用の標準ズームレンズ 2.8 同士がね出るよっていうことで、まあやっぱりタムロンの強いところっていうところでね、小型軽量っていうところと最短撮影距離寄れるよっていうところがやっぱり一番メインかな。小型軽量で寄れるっていうことで、それがね、嫌な方向に働く人っていうのはほぼいないと思うので、非常にいいところでしょう。で、また、動画についてもね、この、今 Z8 で
動画は ZF で撮ってるんですけど、 ZF プラス28から75の F2.8 っていう組み合わせにしたらですね、そのニコンのカメラってどうしてもボディとレンズが重いものが多くてジンバル使いって結構難しいんですけど、 ZF プラスこの28から75の F2.8 っていう使い方だったらですね、ちゃんと DJI の RS3 Pro じゃなくて DJI の RS3 にね、乗っかって動かすことができますので、そういうところで言っても歓迎されるところではないでしょうか。動画の使いっていうところで言ってもね、このフォーカスズームのところのスムーズさみたいなところは結構いいかな。まあもちろんこのね、ユーティリティ使ってこのフォーカスポイント自動で動かすっていうことをねされてもいいかなっていうふうに思いますので、まあ動画とかをねちょっと撮るよみたいな感じの人だとこの辺のレンズっていうのがいいかもしれません。ということでね、今回はタムロンから先行でお借りしている28から 75mm F2.8DI3VXDG2 モデル A063 っていう、まあ長い名前ですけど、そのレンズをね、お借りしましたので、それについてのね、取り急ぎのお話でございました。まあちょっと使ってみた感じ、やっぱり軽くて、それが何よりという感じです。うん。まあ実際価格とかそういうものが出たらですね、結構おすすめできるような機会も増えていくのかなという感じです。まあ、引き続き借りてる間でいろいろ撮っていこうかと思います。はい、どうもありがとうございました。情報もね、出たタイミングだと思いますので、ちょっとチェックしていただいてというふうには思います。まあ、今後もこういう感じで何かね、新しい情報みたいなものが出てきて、皆さんのお役に立てそうなことっていうのがありましたら発信していきたいと思いますので、チャンネル登録、コメント、両方ともお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。